たった30秒のみ観測されたガンマ線の強力な噴出。この短時間でもかなりのエネルギーが放出されました。太陽が100億年に放出するエネルギー量を超える量です。この短い光の放出によって空全体が輝きます。しばらくするとより柔らかな輝きに変わっていきました。天文学者たちは X 線波、電磁波、光波、赤外線などを駆使してこの現象を検証。マグネターの誕生であることが発覚しました。観測できたのは史上初めてです。中性子星2つが結合してマグネターが誕生したと考えるのが妥当でしょう。この現象は眩しく大規模な恒星爆発であるキロノバを引き起こしました。この光がついに地球に到達したのが2020年5月22日です。少なくとも太陽の質量の5倍ある巨大な恒星を思い浮かべてみてください。星はその生涯の終わりに近づいています。核燃料が尽きたことが原因かもしれません。この場合恒星の温度が低下してきます。内側の圧力が下がり重力によって内に向かって圧縮され始めるでしょう。すると地球の質量の100万倍の質量がものの15秒で崩れ去ります。急激に起こる現象であるため巨大な衝撃波によって恒星の外側の部分が砕け散るでしょう。すると目もくらむほどの光の噴出。このような強力な爆発は超新星と呼ばれています。後に残るのは高温ガスの巨大な雲、星雲に囲まれた密度の高い核部分のみです。恒星の質量が太陽の10倍以上だった場合ブラックホールに変わる可能性が高いでしょう。そうでなかった場合は中性子星に生まれ変わります。中性子星はいわば原子の中心である原子核、主に中性子で構成されており直径32キロ以上になることはありません。比較してみると太陽の直径は地球を横に109個並べた距離に相当する直径140万キロです。しかし比較的小さな中性子星の大きさには騙されないでください。中性子星は少なくとも太陽の 1.5 倍の質量がありかなり強力な磁場を持ちます。中性子星の中身をティースプーン1杯すくって測ったら重さは10億トン以上になるはずです。質量が異常に高く中性子星は人類が知る最も極端な物体の一つであると言えるでしょう。お次はブラックホールを見てみましょう。複数の中性子星が一つに融合すると新たなより質量の高い恒星が生まれる場合があります。ミリ秒するかしないかのうちにこの恒星が崩壊するとブラックホールが生まれます。しかし2020年の3月に光を記録した天文学者たちは別の可能性の存在を示唆しました。科学者たちは史上初であるマグネターの誕生を観測したとほぼ確信しているのです。マグネターは超強力な磁場を持った珍しい中性子星の一種です。その磁場は地球の1000兆倍であると考えられています。かなり強力であるためマグネターの表面は1000万度まで上昇します。簡単に言えばマグネターは宇宙の強力な磁石。強い磁場によって周りはかなりの影響を受けます。マグネターに近づきすぎた不運な原子は鉛筆のように細長く伸びてしまうでしょう。マグネターの何百キロ圏内に入ってしまった場合、皆さんのような人間にとって状況は芳しくありません。磁場はまず皆さんの生体電気に影響を及ぼします。端的に言えば皆さんの神経インパルスが機能しなくなります。分子ですら影響を受けるでしょう。最終的に言ってしまえば皆さんは消滅します。もしマグネターが地球の16万キロ圏内を飛んだ場合、世界中の全てのクレジットカードの履歴が削除されてしまいます。